彦坂直石です。コンピューターの中のですね、この iTunes ですね、 iTunes の中にこうラジオという項目があって、その中にいろんな音楽がのラジオが入ってるわけですね。で今やってるのは、ジャズです。ジャズの上の方に AJazzFMWeb というサイトがあって、これをかけると、こういう音楽が流れてきます。普通に聴いてジャズが流れているわけですね。普通のジャズという感じで、彦坂直義 の、 そのアートの格付けでいうと、これは二流のジャズなんですね。で二流っていうとなんか気と聞き悪いですけども、普通に言ってる二流という意味ではなく、二流って僕が言ってるのは、正確に言えば第二次元ということで、技術領域なんですね。で音楽の場合、技術領域の領域って結構大きくて、つまり音楽を演奏するということが一定のやっぱり技術がないと演奏できないので、ですから、実際に第二次元の音楽というか二流の音楽というのは非常に大量にあって、でそれが消費されているというか、こういう FM、 普通の FM ラジオですね、でもそういうものがたくさん流れているし、あとなんていうのかな、ジャズカフェとか、そういう場所に行くとこういうものが大量に流れています。ただこのだから第二次元だと、つまり例えばコルトレーンがかからないとかですね、マイルス・デイビスがかかってこないとか、そういうことが起きてくるわけですね。で、もう一つここで今取り上げたいのは、この音楽が実はそのエンターテイメントなんだということですね。でエンターテイメントとエンターテイメントじゃないものが現実に、あるという問題がありまして、エンターテイメントのものは非常に実体的であるということと、その実体的であるということは、つまり音楽が目的化されてるんですね。こういう音が存在して、音というものが演奏されて、音というものがこう存在して音を聞いてるわけですね。で音を聞いてるということが目的化されていて、その音の向こう側というか、音を通して、世界を見るとか、音を通して、外部を見るというような音ではないんですね。音が自己目的化されている状態ですね。でこれが実体的で、これだからエンターテインメントなんだというふうに私は思います。でこの放送局だと、これがずっとかかっています。ほぼ同じような種類の音楽がかかっています。それに対して違うところをかけてみたいと思うんですが、ここですね、今 ABC ジャズというところですね。これもジャズはジャズですが、こちらはですね、先ほど言った実体的でエンターテインメントであるという意味で言うと、これ非実体的で、芸術にな、彦坂が言う芸術になっているんですね。彦坂の言語判定法で現芸術芸術っていうようなものに反応するわけです。でだから同じジャズと言っても、そのエンターテインメントでしかないジャズと、芸術になるジャズが存在して、でこの場合格付け、この普通に聞くとイージーリスニングに聞こえるような音楽ですけども、彦坂の、アートの格付けだと この程度で超一流から8波6400あるんですね。
まあ、この音楽で超一流から葉っぱ6400次元まであって、で、まあ、さっきの音楽とだからどこが違うんだってとの普通に言うと区別がつかないと思うんですけど、この曲、さっきの曲だと ABC ジャズだとほとんど常にああいう音楽が流れています。でこれはさもう一回戻ってエンターテインメントのですけど、これは彦坂の言語判定でいうと現芸術芸術というのはないんですね。まあ悪のもちろん現エンターテインメントエンターテインメントありますし、まあだからこれ芸術としてのジャズじゃないということですね。ただまあ多くの人にとっては区別つかないと思うんですね。これはまあ第2次元から6次元まで、二流から六流までという幅の音楽ですね。だからどちらにしろその二流から始まってる部分、第2次元から始まってるっていう部分がまあ特徴的っていうか、聞きやすさで言えばこちらの方が聞きやすいです。もう一回戻ってみますけど、まあその聞き分けがこちらが、これが超一流から葉っぱ6400次元までの音楽で芸術になってます。でこれだと音が実体的になっていなくて、音を通して、まあ、世界外部世界を僕たちが音楽を通して透かして見ているという状態の鑑賞形式です。でこれ今ジャズでやったんですが、この後別のまた、YouTube 画像で、まずそのリズム&ブルースをやっぱり見つけているので、撮りたいと思いますけども、全部の音楽ジャンルにあるというわけではないですが、どうしかっていうとですね、まずそのこういういわゆる、なんていうかな、こういうなんていうのかな、クラシック音楽じゃなくて、あるいは現代音楽じゃなくて、いわゆるこうポピュラー音楽と区別がつかないような領域で芸術性を持っている音楽っていうのは実は非常に少なくて、黒人系の音楽しか見つかってないですね。ジャズと、ブルース系と、あとまあちょっと例外的ですけどカリプソとかそういうものしか見つかっていなくて、他の音楽っていうのは全部もう、芸術じゃないものというか、まあ、エンターテインメントですけども、ダンス音楽とか実用音楽でしかないところがあって芸術じゃないんですね。ですからこう、まあ、クラシック音楽なりその、まあ、支配者層の音楽の側に芸術が存在するのはそうなんですけども、いわゆるカウンターカルチャーで、仮想音楽の中に芸術が出現してくるっていうのは黒人の存在抜きにしては考えられないと思います。それであってもなおその2種類存在するということで、しかも放送局が、そういうふうにきれいに分かれて存在しているっていうところに、まあ、私は非常に、まあ、なんていうかな、面白さを見つけるわけです。以上でした。